はい、どうもです。今日はフォールガイズというゲームで遊んでいきたいと思います。で、みんな多分このゲーム、知ってる人は知ってると思うんですけど、知らない人に説明させていただくと、最後の一人を決めるミニゲームの戦いですね。で、俺はちょっと別ゲーでいろんなミニゲームを自分で考え、そしてそれをプレイして遊んでいるので、まあ1位になるなんて余裕でしょうということで、今日はフォールガイズで遊んでいきたいと思います。全然マッチングしないんですけど。全然マッチングしない。あと3人。あと3人ですね。で、結構ね、ランク9ぐらいまでなって、まあ、ちょこちょこね、やってたんですけど、まだ一度も勝てていなくて。で、これはレースだ。これレースで、ちょっと英語で書いてるから説明しないと難しいかな。これは、最後の1人狙うんじゃなくて、なんか40人くらいまで生き残れるんだよ。で、これはレースなので、まずこのレースを勝ち抜いていこうかなと思います。よろしくお願いします。42人だ。42人勝てるから、その中の人になれば OK。やばい、今日初プレイだ。やべえ。いや、ちょっと心配だな。いや、多いだろ、これ。ジャンプでかす。あ、押さないで！あー、危ない。危ない、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 危ない。かわいいんだよ、この子たちいっぱい、こうやって。あー、危ない、危ない。これ、やばい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 。オッケーオッケーオッケー。40位になれば、40位までになればいいから。待って、これ一回待ってから、なんでやねん、ねん、ねん、ねん。おそらく、オッケー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 。いや、これ42までには入れそうだね。正面から行き、マジと。で、これね、奥にね、プロペラがあるんですけど、奥のプロペラ結構癖者で、あ、ここ行こう。ちょっと、落ちてしまう可能性があるので、ここはあえて、遠回りで行きましょう。40人なんで、そんなリスクを負わなくてもいいんですよ。やべ！やべ、危ねえ！危ねえ！これスライディングもできるの。別に野球の格好をしてるからスライディングができるってわけじゃなくて、このキャラクターは全員スライディングができて、これ一回待とう。待ってから、スライディング。オッケー。ほらほら、結構早いでしょ？俺練習したんだよ。最初ね、スライディングができなくて。え、なに？ハンバーガーで押されて入れられちゃったよ。かわいいな。あはははは。落ちちゃうからさ。あ、それ危ないぞ。ペンギン、あ、じゃあこれ鳩か。我々の街にいる鳩。あ、うまい。スライディング結構大事なんだよ。取っ組み合いしてたら終わるぞ。あ、初期スキン、これ初期スキンだ。初心者かな。頑張ってます。あと一人だ。あと一人。あと一人。これ残れるのか？あと一人。あ、終わっちゃったね。どんまーい。俺は、このね、野球の格好してるので、多分分かりやすいでしょ。みんなスキンが特殊なので。さすがに野球の格好少ないんだよ。俺野球好きなんで野球の格好してます。さあ、一回目勝ちましたね。これ5000あるんだよね。5回全部、最後の一人まで残れば勝ちなので。これまだ一回も勝ってるから目指していきたい。次なんだ？これもレースだ。これもレースで、これちょっとね、卑猥なんだけど、卑猥なんだけど、ローションの坂があるのよ。オールスター感謝祭とかでもあるような、このローションの坂。これがね、意外と癖者で、滑るんですよね。多分俺これ、攻略方法知ってます。俺、これね、左側から攻めると、うまいこといけるんですよ。まあ、とりあえずここはジャンプで、まあ、とりあえずジャンプで乗っていく。あ、これ落ちちゃダメ。あ、落ちちゃった。もうローションまみれ。もうローションまみれ。下にもローションあるんだよ。あ、でもこれいける、これいける。全然落ちたけど。は？え、なんか味方今飛ばなかった？気のせい。え、飛んでった？え？は？え？え、銀色のやつ。やばい、みんな、このゲームチーターいる。まさか、最後の一人目指してんのに、最後の一人。危ねえ。危ねえ、オッケーオッケー。ここは、ちゃんと様子見て。行くよ、オッケーオッケーオッケー。で、これ左側だと安全。え、待って、チーターはまずいよ。チーターまずい。あ、オッケー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 。ゴールゴール。まあ、レースはね、俺得意なんだよ。オッケー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 。とりあえず勝ちました。ただこれ最後の一人、残ると難しい。あ、こいつ、多分この銀色の、卑猥な、ウンノームみたいな、この子が多分、ちょっと、やらしいやつなので。あ、そういう意味じゃないよ。変な格好してるからやらしいって意味じゃなくて、ちょっと、チーターというやらしさがあるので。いやー、次なんだ？
次はロジック。あ、これは、この掲示板、でっかい、このステージの掲示板に、フルーツを出してくれるんだけど、今自分がいる足元にもフルーツが出てて、で、同じとこ狙いましょうっていう。まあ、見ればわかると思います。もう何でも見ればわかる。オッケー、バナナ、ブドウ。バナナとブドウ。これ覚えなきゃいけないんだよ。バナナが正面ね。バナナ正面。今俺がいるとこブドウ。俺ブドウね。俺ブドウ前バナナ。俺ブドウ前バナナ。ブドウバナナ、ブドウバナナ、ブドウバナナ。さあ、どっち来る？俺ブドウ、俺ブドウ。ブドウ、あ、俺んとこ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 。あ、ポテトかわいい。いいな、ポテト。はい、オッケー、オッケー、オッケー。ここね、落ちると少ないんだよね。意外とみんなクリアできちゃう。あ、オレンジ、ブドウ、スイカ、ブドウ。サクランボもあるね。待って、右サクランボ、俺、ブドウ。左スイカ、オレンジ。ちょ、待って。桜、オレンジ、桜、オレンジ、ブドウ。桜、オレンジ、ブドウ。桜、ブドウ、オレンジ、スイカ。桜、ブドウ。ブドウ、ブドウ前、ブドウ前、ブドウ前。あ、俺、ブドウだった。あ、ちゃ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 。あ、俺、ブドウだった。負けたわ。今のやつを頭悪くてできない。悲しい。お、なんかもらった。1000円。1000円の、1000円分のなんかもらったぞ。はい、マッチングしました。レースですね。さっきやったとこだ。もう一回だな。まあ、さっきの試合はちょっとね、チーターもいたので、時間短縮といい、わざと落ちました。わざと落ちました、俺は。あれはわざと狙いました。ああ、横に同じ野球部がいる。な、これさっきやったから説明不要でしょ。うわ、やばいな、この団体。一番最初で負ける人、ちょっと、人は多すぎるんだよ。はい、ジャンプ。もうしっかりかさばいけるから、こんな。なんでこんなになってんの？待って、なんでこんなになってんの？すごい、すごい。で、この黄色いとこから行きます。あー、押された、なんで？ちょ、黄色いとこから行きたい。はい。だんだんみんな上手くなってくんだよな。あ、いや、42人までならいけるよ。いけるいけるいける。全然いける全然いける。さっきと一緒、さっきと一緒。やってることは変わらない。プロペラもしっかり見て。ちょ、危ない危ない危ない。なんで俺だ。いや、さっきさ、左から行ったから俺正面から行っていい？こっちから行きます。ね、あ、でも、いいとこ飛ばされたな。今いいとこ飛ばされた。やべ！危ねえ！危ねえ！はい。スライディングがすごい大事で。はい。これを覚えとくと勝ちやすい。これいけそうだな。オッケー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 。42なんて楽勝や。ゴールしとく？みんな頑張ってますね。ここでね、時々邪魔してくる人見るの。こうやって。サボテンみたいにね、邪魔してくる人いるから。よし、クリアしとこう。あんまりいてもな。あの、抜かされた時が怖いからな。ナメプして負けたなんて言えない。かわいそう。頑張れ、黄色いの。ね、ちなみに、俺野球の格好してるんですけど、この今黄色い、こう、パンツみたいなの履いてる。あ、そんな飛ぶ？そんな飛ぶ？そんな飛ぶの？あ、ほら、似てるでしょ、今のこと。ほぼ一緒。でもあの子やられちゃった。ちょっと仲間意識高かったんだけどな。OK です。このステージは勝ちました。いや、マジで1位取りたい。配信外で撮っても意味ないから、この今動画撮ってる最中にみんなに見せつけたい。俺は1位取れるんだぞと。このゲーム、下手っぴだったけど、上手くなったんだぞ。これはチーム戦だ。チーム戦の尻尾取りってわかりますか、皆さん。尻尾取り。でもレッサーパンダの尻尾みたいなのがついてるんだけど、これ取られたらダメ。これチームで戦うからチームの数ですね。俺今持ってないわ。さ、持ってる人いるじゃん、これ。この子たち。この子たちは取られないように逃げる。で、逆に俺は持ってる人から奪う。そんな感じで行きましょう。やばい。やばい。待ち伏せも結構ありだよな。持ってる人どこにいるんだろう。で、今赤チームが2本しかないので、赤チームから狙おうかな。あ、黄色。はい、取ったー。はいはいはい。やばい、追われる追われる。これは追われるから逃げる。ちょっと待って、怖い。いや、追われてる追われてる。え、それで取れるの？待って、そんな取り方あると聞いてない。やべ、赤チームに取れた。え、取れて、俺は取れないの、それ。え、味方から取っちゃった。なんだ、これ、それ返す。なんだ、この不毛な戦いは。あ、
なんかちょっとね、ラグがあるらしくて。これなんか賢いこの子たち。ここ良くない？ここ強いね。俺取られたんだけど。ちょっと取られた。おい、返せ、おい、こら。ね、まだあと1分あるから。1分あるからいける。やばい、うちのチーム負けてる。これ何色か分かんないんですけど、これ何色っすか、これ。いや、もう、何色でもいいから取りたいな。取れてるこれ。いや、取れてない。待て、黄色。黄色、待て。30秒しかないんだ。待て。あ、黄色の。取る。よし、取った。逃げろ。うわ。これ敵がいないとこ逃げたいね。これ緑の人と違う。青の人は仲間だから大丈夫。ここら辺は人いない。緑がやばいな。緑が来てる。あの緑には取られたくない。やべ、赤にも割れてる。いや、これいける。いや、取られた！今結構距離あったんですけど。いや、ここ取るしかない。危ねえ、これ勝ったでしょ。何これ。こんな盛り上がるゲームだったっけ。よっしゃ、うちのチーム勝ったぞ、多分。緑だ。やった。いや、最後奪ってよかった。いいね、これ。これ優勝目指そう。まだ2回戦しか勝ててないので。次なんだ。うーわ、俺これ苦手。スライムクラブ。これ苦手だ。クライムか。登山しなきゃいけないんだけど、時間が経つと負けてしまいます。まあ、2、3度やったことあるんですけど、なんか前やった時にすぐ邪魔されたんだよね。いや、これもレースなので、行きましょう。で、これショートカットできるとこ知ってて、実は。あそこの、これショートカット。あ、1。あ、すげえ、1位だぞ。素晴らしいでしょ？これは、1位で、あ、なんか、転ばされた？転んじゃったね。で、これは、タイミングよく、行く。オッケー。タイミングよく行く。なんで、あ、惜しい、めっちゃ惜しかった。いや、マジか。今、ここミスったな、マジででかい。これはやらかした。次、ちょっと様子見ていきましょう。押さないで。次、これ様子見ていく。はい、オッケー。はい、オッケー。29人でしょ？大変だ、29人。で、これは、こっちに、右に移動しながら、やられないように、当たらないように行く。当たらないように行く。オッケー。で、ここ落ちちゃダメ。絶対落ちちゃダメ。あ、滑った。やばい、これ、負けたくないの。絶対落ちちゃダメ。あー、もう邪魔するやつよ、ほら、あれ良くないの、あれ。ちょ、ハト、赤色来てる。これ赤色来たな。あ、ギリギリ最後。これ、ギリ。初めてここ来たわ。絶対当たっちゃダメ。ローション邪魔だけど、オッケー、いける。俺まだいける。まだクリアできる。時間がやばい。一個ずつ。オッケー、最後の一人だけど。当たるな、絶対当たるな。絶対に当たったら死ぬ。はぁ、やっと押される。やった、これ初めてクリアした。で、これ人数も少ないよ、今。これ、むずすぎるって。もう最後の一人になって頑張った。え、こんなに落ちるの？やば。18人か。3戦終わって18人。なかなかだね。次なんだろう。未知なるステージとか来んのがちょっと怖いな。次なんだ？サッカー来ました。ちなみにサッカー経験はですね、小4の時にサッカークラブに入ってまして、空手やりながらサッカーやってたんですけど、空手キックみたいな。先生に空手キックしろって言われて、空手キックしたらなんかよくわかんないとこ飛んでって、足めちゃくちゃ痛めました。つま先で蹴ってたんでめちゃくちゃ痛めました。ドリブルして入れに行くんですけど、これキーパーやった方がいいのか。やばい。
ぱいやった方がいいかも。俺、高校時代の頃は、キーパーがすごい上手くて、野球部だったからさ、あ、すごい待って。いや、これはナイスナイス、俺、キーパーやるわ。キーパーやる。ベルギー代表のキーパーって言われてた。高校生の頃。あ、でもこっち来てるな。いや、あんまり、小学生サッカーみたいにまとまってると良くないから、これ、キーパー。あ、お、君もキーパーやるのかい？アル中のカンも、あ、やばい、こっち来てる。いや、これ蹴られるから、ここで一回対処してこう行く。うまいっしょ、今。相手が蹴るのを見越して、やばい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 ナイスナイスナイスクリアナイスクリアナイスクリアだやったうちのチームが一人入れてる僕、守りに専念する。俺、ベルギー代表、ベルギー代表。守り専念、守り専念、守り専念。右と左、どっち左ちょっと待って。いや、これドリブルするか。ナイスナイスナイスうちのチームに、うちのチームメッシがいる。メッシがいる。俺はキーパー、俺はキーパー、俺ベルギー代表。ちなみにキーパーの選手の名前わかりません。野球選手はわかんないけどね。あ、あかんの子。ダブルキーパーいいね。一人ミスってももう一人いるっていう心の保険があるからね。待って、これまずくない？これまずいから。オッケーオッケー、キーパー頑張って、キーパー。うわ、こっち2つ来てるけど大丈夫これ。頑張れ頑張れ頑張れ。はぁ、おっしゃおっしゃ、これキーパーとして俺、見つけた。就職先見つけた。うわぁそんな飛ぶんだ。あと一分、あと一分守れば勝てるから、あと一分守れば勝てる。まずい。ナイスナイス。左やばいか。やばい、両方やばい、両方やばい。頑張れ頑張れ、味方頑張れ。カン君戻ってきて。こんな盛り上がるゲームなんだ、これ。いけ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 、ちょっと一点差じゃ困るわ。一点差じゃ心が困る。精神的にきつい。うー、きた。やばい。やばい、うまい。カン君、あ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 、これ入れる。あ、ちょっと。あ、でも2点、2点入ってる。いける、このままいけ。いけいけ、押せ押せ。よっしゃ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 当たるよよっしゃどうよこれどうよ、いや、未だかつてないぐらい盛り上がってる、これ、ゲーム。さあ、半分のチームが残ります。9人か。9人で何やるんだろうな。いやー、もう俺このまま勝ちてよ。最後の一人になりたいよ。ファイナルじゃないよね。ファイナルじゃないこれ。ファイナルって書いてる。ハウトゥーブ、あ、これ避けるやつだ。これ最後の一人までの避けるやつだ。棒をね、避けるんですけど、棒2個あるのか。これタイミング見なきゃな。いや、これむずいぞ。これマジでむずいぞ。これマジでむずいぞ。これ場所動かない方がいいかな。え、待って、マジでむずい。これ怖い怖い怖い。でも多分誰かと一緒にいると、一緒にやられちゃうから。え、待って、地面がグラグラしてる。え、二人落ちた。あ、一人か。落ちてった。地面グラグラ、あ、やばい、俺のとこグラグラしてる。危ない危ない。ちょっと動いておこうかな。やだやだやだ。これジャンプして、次右側グラグラするのかな。あ、そっちグラグラするの。え、やばくない？え、やばくない？あっちの方が面積あるんだけど。これやばい。やばいやばい、危ない危ない。え、こっちグラグラしないと、あ、いや、だよね。さすがにあっちだよね。よし、よしよしよし。これなんかバットみたいだね。え、やばくね？これもう。これやばいぞ、やばいぞ。やばいぞ。次グラグラしたら負けるぞ。やめて、やめて。グラグラやめて。あ、これ生きてる。あ、ちょっと当たれる。いやー、惜しかった、マジで惜しかった、悔しい。いやー、強かった、サボテン。多分、サボテン何もしなくても勝ったんだろうな。こっちで勝ちに盛り上がって、あっち勝て負けたら、みたいになったんだろうな。悔しい、マロ。いや、惜しかった。すげえ惜しかった。いやー、お疲れ様でした。これさ、これからさ、毎日動画投稿したいなと思ってんの、このゲームも。見てくれますか？毎日はできるかわかんないですけど。ちょっとできれば、夏休み中だけでもやっていけたらいいなって思ってます。それでは、ご視聴ありがとうございました。